今日は最後の料理をしていきたいと思います。今日はですね、なぜ最後かと申しますと、私引っ越すことになりまして、ここでのお家では最後の撮影になりますので、もう朝からね、朝からもうすっごいもう引っ越しの準備とかいろいろしてて、もうクタクタ、お腹減りすぎで、早速作っていこうと思います。今日はこちらの IPA をいただきます。 IPA だからこのグラスで、美味しそう。いただきます。うん、え、超フルーティー。 IPA って言われなければ分かんないぐらい苦みがあんまりない。これ全然リピートしたいやつ。軽くて甘口、今日リセット、明日に弾んでホッピングって書いてある。ほんのり苦みが最後に来る感じ。あったのがこちら、エリンギ、ナス、ジャガイモと、あとこの間のみちゃんと買いに行ったコストコのピザ。ちょっと切れ目入れとく。もう完全に切っちゃった方がいいかな。で、ジャガイモ茹でてきます。よいしょ。説明ないやつ、これもコストコで買ったやつ、のみちゃんとは結構したんだけど、ターキーだったかな、スモークのね、ナチュラルなベーコンです。これでナスとエリンギを巻いていこうと思います。こんぐらいのナスいいよね。小ナスの漬物とかすっごい好き。貝の辛く漬けたやつとカニ味噌いただいたので、こちらも使ってきます。これこんな感じ。もうね、私食べたんだけどね、これめっちゃくちゃ美味しかった。すごいね、もうちょっと食べていいですか。美味しい。あのニンニクとかね、すっごいパンチのある味なんだけど、塩味はちょっと控えめな感じだから、しょっぱすぎなくてね、これだけでおつまみとして超いけるの、おすすめ。なんかね、チャンジャの貝バージョンみたいな感じ。美味しい。最高。カニ味噌の方はちょっとしょっぱめだったので、これはじゃがいもにかけて、塩辛みたいにかけていこうと思います。じゃあ早速切って巻いていこうと思います。エリンギは裂いてきますね。ナスは4等分に切ったので、ちょっと多いので、あとは煮浸しにしようかなって思ってます。明日のおつまみ用。煮浸しがこれがまたうまいんだよね。めちゃくちゃ好き。じゃあ巻いてきます。え、ちょっと贅沢？ 1 個だと。でもあれだよね、2枚にしたら負けなそう。贅沢使い。じゃあエリンギも巻いてこう、割っちゃおう。一緒に炒めたいできれば。美味しい。今日はビール飲みたい気分だから、大好きな小江戸、時の鐘、江戸の面影、初めて買った、爆買いしたんですよね、この間。もうね、ベーコンのいい香りがやばい。
ちょっとフルーティーな感じかも。あ、これゴールドじゃないのかな。発泡酒って書いてある。米麹とホップと、あ、柚子が入ってるんだ。なんかちょっと珍しい味、ゴールドにしては。美味しい。ピザやんなきゃ。このピザ本当に美味しかった。このピザマジで激推し。本当にコストコ行ったら買ってください。シラスのこのピザぜひ買ってください。超おすすめ、超美味しい。本当なんか15分って見たんだけど、ちょっと焼きすぎかなって思ったから今回11分にしてみます。あー美味しそう。いい焼き色。出ないで出ないで。いい感じに焼けてきたので、ナスはこっちに取ってきます。これにたっぷりの生姜と、この間は鰹節かけたんですけど、もう今日はめんつゆだけにしときます。で、ちょっとなじませときまして、これはもう明日には最高のつまみになってると思います。めちゃくちゃ楽しみ。やばい、ピザが焼けた。ベーコン取れそう。もうはい、今開けます。ここに四つ葉のバターたっぷりのせます。あー溶けてる、やばい。ここにカニ味噌トッピングします。今日は疲れた自分にご褒美、いけるだけいっちゃいます。はい、今開けます。お待ちください。おいしそう。最高。ピザピザ。もうさ、なんか鈴虫的な感じなのが鳴いてるんですけど、準備できました。今日はっていうか、今日もカナディアンクラブ、カナディアン、この間さコメントでいただいたんですけど、カナディアンサークって書いてあったらしくて、本当に申し訳ございませんでした。こちらカナディアンクラブでございます。では失礼します。いただきます。おいしい。うん、おいしい。結構ね、ターキーだから意外とベーコンなのに油控えめで、すっごいおいしい。さっぱりしてる。どんどんいけちゃいそう。ちょっとナスの方も。めっちゃ意外、ナス美味しい。エリンギの方が美味しいって思ってたけど、ナスの風味超美味しい。これピザ冷めちゃうのでいただきます。このね、アンチョビみたいな風味が本当に最高、美味しい。このピザ本当に美味しいの推したい。ドミノで売ってたら毎週頼んでもいいぐらい美味しい。てかさ、普通にドミノより安いんだよ。すごくない？ではこのじゃがいもをいただきます。じゃがいもやばい。ちょっと意外とシャキシャキしてる。じゃがいもとカニ味噌って初めて。
カニ味噌がしょっぱいからね、じゃがいもとめちゃくちゃ合う、ほんと塩辛みたいな感じに、ちょっと味噌の独特な風味が合わさってすごい美味しい。めっちゃ日本酒いけちゃうやつ。さあ、このベランダで撮り始めてちょうど1年ぐらいで、まさか引っ越すとはって感じで、本当思い出深いですよね。こんな狭いベランダでさ、ご飯食べてこんなね楽しくなれるなんて思ってなかったし、なんか感慨深いですね。本当私でももともと家飲みとかすごい好きで、家飲みって本当に化粧もせずダラダラしながら好きなものを作って好きなだけ飲めるじゃないですか。居酒屋とかも好きだけど家で飲むのもすごい好きだから、なんかこうやってベランダで飲めたりとか、お料理しながら飲めたりとかめっちゃ楽しくて、本当になんかこの家も思い出がいっぱいあるなっていう感じなんですけど、楽しみ。引っ越しも疲れるけどね、引っ越しは。もうちょっとね、塩コショウしても美味しかったかも。